続きまして米倉太鼓保存会の皆様の演奏です。私たち米倉太鼓保存会は今年創設から39年目を迎え、子どもたちの健全育成を第一に活動しています。今年の子どもたちは38名、地域の先輩方や大人たちの指導のもと、本日こうして加賀の皆様に聴いていただけることを楽しみに練習してまいりました。米倉太鼓の魅力は曲目もさることながら、小学生のほかに中高校生、大学生、成人と幅広い構成となっており、親子で参加している人もいます。それでは米倉太鼓保存会の皆様、よろしくお願いいたします。最初に1曲目お聴きいただく曲は夜明けです。東の空、二の腕の山が徐々に明け、澄んだ空気と朝日を浴びて思わず深呼吸、そんな一日の始まりです。それではお聴きください。夜明け。
の拍手をお願いいたします。続いては米倉太鼓の特徴でもある竹の音が何とも心地よいカンコン竹林、そしてお米の美味しいこの地域になくてはならない水清き梶川。昔は子どもたちにとって格好の遊び場でした。夏には梶川のあちこちで子どもたちのはしゃぐ声が聞こえたものです。そんな様子を曲にした梶川と子ども2曲続けてお聴きください。
は太鼓を叩く子どもたちの憧れの曲です。乱れ打ち、速いバチさばきと力強さが特徴です。皆さん、声援よろしくお願いいたします。Gracias.